リエネル近藤慎太のハッシュタグ大ブルマー、イエーイ。ミュージックジャパン TV の YouTube 企画ハッシュタグ大ブルマでは、現在ハマっている沼について1分間のプレゼントークに挑戦ということで、はい、今回僕がプレゼンするのは、はい、ファイターズ沼です。はい、やっぱりね、来ました。やっぱり野球好きだもんね。そうです。いや、もうこれ1分間でしょ、いける、1分やで、ちょっと長いんちゃう。いや、0、2個足してもいけます。0、2個100分間でもいける。100分間でもいける、止まらず、逆に止まらないくらい、逆に止まらないいけるってことね。1分か、楽しみ。頑張ります。頑張って。はい、僕がプレゼンするのはファイターズ沼ということで、あの、僕は北海道出身なんですけれども、それであのちっちゃい頃からずっとファイターズ、北海道日本ファイターズが好きなんですけれども、まあ、あのファイターズとか、まあ、野球っていうと、あの、やっぱりちょっと男の子とかがね、応援したりとかすると思うんですけど、あの、安心してください、あのファイターズっていうのは、あの、女性ファンもめっちゃ多いです。おー、そうなんや。あの、応援歌に、あの、女性パートが、あの、組み込まれるぐらい女性ファンが多くて、そうな。で、あの、やっぱり、あの、野球っていうと、やっぱそのチームの応援とか感じると思うんですけど、やばい感じると思うんですけど、あの、もう本当に選手単体の推しとか、ファイターズって結構もう本当に、残り20秒、あ、やばい、あの、本当に顔がかっこいい選手とかで有名な選手とかいる、もうタミヤ岩選手、もう顔かわいい、すごいいっぱい出てくる、顔かわいいし、中島拓也選手顔かっこいいとか、もう本当にそういう理由でいいんですよ。あと10秒、もうやばいやばい、そういう理由で、あの、いいので、もうぜひファイターズの沼にハマってください、お願いします。チームも優勝しようね。1、おお、ぴったし、ぴったし、ほぼぴったし、危ねえ。もうすごい、もう最後頑張ったね。頑張りました。すごかった。もう野球愛が溢れ出てた。いや、もうね、でも本当にあと0、3つつけたから、ね、そんな1000本で、そしたらもっと詳しく語れるんだ。詳しく、あの、こことかにホワイトボードあの、スタメン要素とか、あ、もう書いてくんだ。1000本はしてた。なるほど、さすがにしてた。すごかったわ。ありがとうございます。そんな僕たちリエネルですが、フォース両 A 面シングルカリオンラブギラ様を8月21日にリリースします。ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、もうカリオンラブはもう、ザ・カレーの曲になってますし、ギラ様は本当に夏にぴったりの曲となっているんですけど、そんなシングルカリオンラブ、ギラ様の森田陸的沼ポイントはですね、あります。なんだろう、沼ポイントか、やっぱりもうみんなで一緒に楽しめるところですかね、本当に。どっちどっち、カリオンラブ、皆様、どっちもかな。どっちも、そう、なんかもう、どっちもカレーもそうですし、カリオンラブ、ギラ様もそうですし、やっぱ皆さんと一緒に楽しめる面白い楽曲もありますし、その夏っぽい楽曲もあるので、ぜひ皆さん注目してみてください。なんなら、あの、カップリングの、ね、曲とかもあるんですけれども、そうですね、いや、もう全部が全部楽しめる曲、そうね、また違ったジャンルだしね、もうぜひチェックしてください。お願いします。はい、今後の予定についてですが、フォース両 A 面シングル、カリオンラブギラ様が8月21日にリリースということで、リリースイベントも行っております。9月8日にリリースイベントファイナルも登場であるので、ぜひ遊びに来てください。お願いします。カレーやります。カレーのダンス見たいよっていう方は本当に遊びに来てくれたら、遊びに来てね、見れるから絶対。そうです。さらにミュージックジャパン TV ではリエネルの関連番組がご覧の日程でオンエアされます。こっちね、こちらもぜひご覧ください。以上、僕たちがリエネルでした。皆さん、リエネルの沼にもダイブしてくださいね。ダイブしてね。